ファンがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは今回も元気にロマサガ RS やっていこうじょのいこ。ということで今回やっていきますのはこちら。本日から始まりました新イベント、呪聖との戦いロマンシングでございます。それではまず、今回戦いますボスについて、簡単に確認をば。まずは呪聖の耐性について、弱点は残がマイナス35。熱がマイナス45となっております。打がプラス125、霊がプラス50となっておりますので、打と霊のアタッカーを編成するのは、控えておいた方が良さそうですな。呪聖のスキルについて、残打突の技をほどよく持ってる感じで、たまに熱やら雷やら溶属性の技があるといった感じですな。そして基本的に間接攻撃が多めとなっておりますので、カウンターを狙って戦うというのはやりにくそうです。そして弱体破りはもちろん標準装備。デバフを盛りまくって戦うというのはあんまり向かない感じですな。とまあこんな感じでございますかね。それでは今回攻略していく。パーティーのご紹介といこうじょのいこ。はい、こんな感じのパーティーです。陣形は方天部の陣階、配置はこんな感じです。ここ最近の高難度といったらこんな感じといったメンツでございますな。一番に覆面、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは 102% となっております。が、この人火力には期待できないので、武器は何でも OK です。グレートアドベンチャーを継承。タゲを集めて、OD 貯めて回復するのが、お仕事です。サガフェスの詩人もいい感じですな。好きなタンク役を編成してくださいまし。2番に爆破神、ステータスと装備はこんな感じです。精神の魔杖に回復プラスの成績をつけております。アースヒールと真珠で回復するのが、お仕事です。3番に聖王様、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは、96% となっております。が、この人歌ってばっかりなんで、武器は何でも OK です。性質の歌を継承。今回も超えたからかに歌っていただきましょう。4番にクリジョテイ、ステータスと装備はこんな感じです。連成装備のアビリティは 93% となっております。が、後で気づきましたが全く、使ってる技と、噛み合ってなかった上に闇属性の体験でした。なんてこったい。月光を継承。月光と清月での回復役として採用しております。5番にリアムくん、ステータスと装備はこんな感じです。リボってぶっぱするだけの簡単なお仕事です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。1ターン目。覆面はグレートアドベンチャー。バッハ神はロックファイアで、様子見。聖王様は性質の歌、女帝は皇帝の一振り。リアム君はウィンドリボ払いです。なんか一発目は魅了凝視を、してくるっぽいので、魅了耐性を上げるようにしてみました。あとはスタンや毒耐性を、上げるのも良さそうですな。装飾品以外の防具は適当だったんですが、残打突のスキルを、まんべんなく持ってるので、マイナスを消すようにした方がいい感じですな。2ターン目、覆面は通常攻撃。バッハ神は真珠で回復。聖王様は性質の歌、女帝は聖月。リアム君はリボ払い継続でございます。この ID タイトという技は2ターン目に使ってくるっぽいです。3ターン目、覆面は通常攻撃。バッハ神はロックファイアで、BP ため。聖王様は性質の歌、女帝は聖月。リアム君は続けてリボ払いです。おそらくですが、3ターン目に、樹気根進撃という単体技と、森の真理という全体技を使ってくるっぽいです。
これが結構痛いんで3ターン目の、残り HP には注意が、必要でございますな。4ターン目、覆面は OD 攻撃で、回復。バッハ神は真珠で回復。聖王様は聖室の歌、女帝は聖月。リアム君はこれにてリボ完済でございます。これにて立て直し完了。とりあえず一安心でございます。敵さんの行動は2ターン目と似た感じですな。全く同じというわけではないですが。5ターン目、ようやくリアム君が攻撃に参加です。覆面はグレートアドベンチャー。バッハ神はロックファイアで、PP ため。聖王様は聖室の歌、女帝は聖月。リアム君はクイックドローぶっぱです。なぜリアム君より聖王様が先に動いているのか？これがわからない。毎度のことですが、ほんまアホみたいに削りますな。あと3ターンで決着つきそうな感じですな。5ターン目は1ターン目と似たような感じの行動ですな。なんか法則性とかあるんですかね。6ターン目、覆面は通常攻撃。バッハ神はロックファイアで攻撃。聖王様は聖室の歌。女帝は皇帝の一振り。リアム君はアンチマテリアルぶっぱです。皇帝の性質アンチマテリアルウィンド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 チェイサー。次のターンでジエンドですな。リアム君がユカペロしなければですが、6ターン目は3ターン目と同じ感じみたいですな。バッハ神と女帝が仲良くペロリンチョでございます。6ターン目も残り HP に注意しておいた方がいいみたいです。7ターン目、一応覆面で回復しといてとどめといきましょい。てな感じで受精との戦いロマンシング、これにて終了。難しすぎず簡単すぎずといった感じでございますね。ただしリアム君がいる場合に限るですが、てなわけでリアム君の復刻はよ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。